芸術アカデミーはフランス学士委員を構成する5つのアカデミーの一つ。もともとアカデミーは、都政制のもとで工房、職人組合など属していた画家や彫刻家、あるいは音楽家たちが芸術は知的な学問分野であり急兵な制度は廃されるべきだとして結成した自由な集まりであった。やがて彼らは国王直属の機関となり、ヨーロッパに冠りたる、 芸術国家を作ろうという国家の芸術政策のもと、芸術家の育成、表彰、展示といった特権を独占する。フランス革命前に芸術関係では次の3つの王立アカデミーがあった。フランス革命議会により、1791年、王立アカデミーは廃止されたが、1795年に再興した。王政復古期の1816年に、 芸術アカデミーに統合された。アカデミー制度の中心になるのは、主要方式でない方法で、芸術家を育てる教育機関、若手の芸術家から優秀なものを選びイタリアなどへの学習旅行を送る、コンクール、自分たちの発表の場を自分たちで確保する展覧会の3つである。17世紀のフランス王立アカデミーの付属学校が起源である。1819年に、 絵画、彫刻、建築の部門が統合され、国立の美術学校となった。1968年の5月革命後、組織の再編が行われた。1803年に創設。絵画、彫刻、建築、音楽の各分野から毎年1名が選ばれ、ローマ留学の資格を得る。現在は廃止されている。フランス王立絵画、彫刻アカデミーは、 1667年にパレロワイヤルで作品展を行い、これが美術展の始まりとされる。ルーブルグーサロン彼で開催される展覧会をサロンと呼んだ。フランス革命後、絵画、彫刻アカデミーは廃止されるが、王政復古のもとで芸術アカデミーに統合される。革命後、サロンはアカデミー会員による審査のもと、アカデミーに属しない一般の画家にも開かれた。 サロンへの出展が決まることが若手美術家の目標でありサロンは登竜門になった。アカデミーの審査員は新古典主義的な美学を持っており、また旧来の貴族や新興のブルジョワたちの趣味に迎合する傾向があったため保守家の傾向にあった。サロンでは新しい傾向の作品は受け入れられず、次第に若い作家たちの間に不満が高まっていった。 これら新しい傾向は、欧州を覆う自由主義を求める政治運動や科学の急速な発展とも密接につながっていた。第二帝世紀、皇帝ナポレオン三世は独自の芸術政策を進めてアカデミーと対立する。1863年には例年になく厳しい審査に落選させられた作家たちの不満が高まると、 皇帝は美術愛好者や大衆に判断を任せるため落選作品を集めた展覧会を開くことをアカデミーに命じた。この落選展で真似の草上の昼食が日常生活の裸を描いたことでスキャンダルを起こし話題になった。1881年にフランス芸術家協会が設立されサロンの運営を行うことになった。 1874年には後に印象派と呼ばれるグループが独自の展覧会を開いた。1884年には無審査、出品無制限のアンデパンダン展、また、1890年には別に国民美術協会主催のサロンも開催されるようになった。1903年のサロンドートンヌ展開催以降も多くのサロンが誕生するようになっていく。印象派など、 後に近代美術の祖となった芸術家たちはそれぞれの美学に立ってアカデミーの美術学校が教えるような技巧優先の保守的な美術をアカデミー的と呼んで攻撃した。アカデミーに属さずサロンにも出さない美術家が増え彼らは独自のグループや結社を組み古典や独自のグループ展を行うようになった。二十世紀に入り第一次世界大戦以後 これら19世紀半ばの近代美術の画家たちが評価されるようになると、逆に彼らを攻撃した芸術アカデミーのアカデミックな作風の王家たちは忘れられるようになった。寒天の流れを組むサロンは現在でも毎年行われているが、近年はこれまで使用していたグランパレが老朽化し、修理のため長い閉鎖に入ったため、他の大規模会場でサロンを行っていた。また、 第二次世界大戦後は芸術の中心がパリからニューヨークに移動したこともあり、サロンが芸術界に及ぼす影響もかつてほど大きくなくなっている。2006年以降、グランパレでのサロン展開会に伴い、複数のサロンが合同で開催されるサロン,アンキャピタルが開催されるようになり、今後のフランスサロン界の巻き返しが期待されている。また、2008年には、 フランス学士院総裁であるプリンス・ガブリエル・デ・ブログリーによりエル・エセクション・デグラビア・デール・アコダミ、レボー・ ARTS エクスポーズ・ ET ・リッコイト・セ・インバイツがグーテンベルクから変容し続ける版画をテーマに4人のアカデミシャンへのオマージュ展として現代活躍する版画家を招き開催された。フランスの芸術に寄与したことにより会員に選出された日本人がいる。例えば 宇治江聖一郎氏は、日本でのフランス美術の展覧会の主催、ルーブル美術館のモナリザの間に出資するなどの功績により選出された。本会員は、毎週木曜日のアカデミーの会議等への出席が義務付けられている。ありがとうございます。